ゆきさん、なんか手紙届いてましたよ。何何？テレキューさんと仲良くなりたいです。バカチンガー。え、バカチンガーってあの FBS の？なりたいなりたい。それだったらいいものがありますよ。ここが FBS か。初めて来たな。ところで国分さん、いいものって何ですか？こちらのライラックは花言葉が大切な友達。有効な歌詞として FBS の方に植樹しましょう。FBS の正面ロビーで出迎えてくれたのは、バカチンガーさん、こんにちは。あ、こんにちは。福岡の未来をちょっと明るくする庶民派ヒーロー、バカチンガーです。長いよ。あの、早速なんですが、このライラック受け取ってください。いいの？いいです。わお、お願いします。ありがとう。じゃあ早速植えましょうか。やー。食事をするのはFBS 社屋の東側にあるこちらの花壇。今回の花壇のテーマは、今回のテーマは植物で作る友情の輪にしたいと思います。バカチンガーさんが持っているライラックを花壇の中央に植えていきたいと思います。シンボルツリーのライラックを中心に、マーガレットやバラ咲きジュリアンなど、テレキューと FBS の友情を示す花言葉の植物を植えていきます。テーマの友情の輪ができるよう、ライラックを囲むように花々を配置。ですが、ね、なんでそこ？ここがゼロ。いちご？どうしましょうか。2つを囲った方が、まあ、じゃあやりやすいかな。せっかく、輪と輪が触れ合うのもいいんですけど、1つの輪でもいいかな。ゆきさんが乱してるんだ。輪を乱してた。ごめん。内側に背の高い花、外側に背の低い花を配置し、花壇を立体的に。カラフル。作業すること1時間。できた。できない。いかがですか？すごく幸せになりましたよ。まず来てくれてありがとう。嫌いな花壇作って絆を強くしてくれてありがとう。あとはまた遊びに来てほしいな。さらに詳しい食事の様子はウェブでも公開予定です。